こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望のムスタディを使ってみた。はい、ということで、今回のね FFT のフェス裏のガチャでタクティクスシリーズキャラがとてつもなく強化をされましたよね。でその中で有望株のムスタディオね、こちらまあまた例によって円屋さんのね端末を借りてるわけですが、装備がねめちゃくちゃ揃ってます。ありがとうございます。なのでこちら使わせていただくんだけど、ちょっとね使い方さむずいよ。ムスタディオだいぶむずいで、なんか変な使い方というか中途半端な使い方すると、別にこれってミンフィリアでよくねとか、クイナでよくねとかさ、サッズでよくねとか、あるいはナジャでよくねとか、そういうようなねことになってしまうわけですよ。デシでよくねとか。なのでやっぱムスタディオでしかできないことをやりたいなって思って、まあ、そうだね。で、その、他のキャラでできなくて、ムスタディオでできることって、覚醒の、このクリダメアップっていうところと、あと、究極神技の弱点ダメージアップ。これの両立だよね。この両立できるキャラって、まあ、弟子が惜しいんだけどね。弟子が惜しい。クリバフ2種と、あと2ターン弱点ダメージアップできるから、惜しさあるけど、でも一応クリダメアップと一定時間の弱点バフっていうのはムスタディオしかできない。ミンフィリアだったらね、一定時間の弱点バフとか、あと全属性攻撃力でアップとかね、そういったことできますけど、そうなんだよねってところでいくと、まあこんな感じになるかなと。で、でもそれでもね、ちょっとなんか面白みないよなぁとも思って、まあ、確かに面白みないですよ。円屋さんともね、どういう使い方がいいですかねって話をしてたけど、まあ、やっぱ円屋さんが言うには、ムスタディはやっぱ天命とか、古希で使うキャラじゃないですかみたいな話してたけど、いや、ただ単純に僕が天命と古希がやりたくないだけっていう。っていうのもあるんだけどね。そう。その天命と古希やってもいいんだけど、このね時間がねかかりすぎちゃう、そっちに時間が取られすぎちゃうので、やっぱ慣れてるエデンでやりたいなっていうのがあって、そうなんだよね。その天命と古希で、まあ、やるのはいいんだけど、その慣れてないから、その構築するまでだね、ちゃんとした立ち回りに実現するまでにまた数時間浪するだろうなっていうのもあって、うん、諦めたよね。なので属性ダンジョンでなおかつムスタディを生かすっていうと、これせっかくバフがあるんだから、火力が出せればいいわけだよね、ムスタディを使って。要するにだったらこのカインで久しぶりにこの第二シンクロ使ってみようかなと思って。これ皆さん覚えてますか、これ懐かしい。もうこのクリスタル神技時代にこのね右指で、この、半身たる蛇竜を付与するわけ。この中肉臭いやつを。で、この左指使うと、8回攻撃。なおかつ、一旦限界突破レベル1アップ。っていうね、とてつもない攻撃になるわけ。これで、今の、この、環境でどれぐらいダメージが出せる、ムスタディオ環境でどれぐらいダメージが出せるかっていうのをちょっと、試してみたい。ちなみにこれ完全に一発撮りなんで、実際試してない、これ。どれぐらいダメージ出るかとか分かんない。その状態でちょっとやってみる。なんで、これで例えば半身たる蛇竜で、いくらだろうな、まあ、6万とか7万とかぐらい出るんだったら、おぉ、ムスタディオ強えじゃん。ムスタディオ集めた甲斐あったねってことになると思うし、例えばこれが、そのね、シンクラビが一発3万ぐらいだったとしたら、こりゃあ、ムスタディオである必要ねえなってなるし。そこがね、ちょっとポイントになってくると思う。だから別に、これは、なんだろう。絶対、ムスタディオが強いよって保証してる動画じゃないからね。マジでやってみないとわかんない。で、できるだけ火力出すために、このね、クリスタル神技のクリスタルフォースで、
攻撃、防御、魔防、短時間ダウン、特大、こういったものもあるから、これもねしっかり活かしていきたいなって思う。はい、ムスタディオ自身の火力とかはね全然気にしてないあくまでカインの第二シンクロがどれぐらいダメージ出るかっていうところがポイントだね。はい、なんで基本的に使うのはこの覚醒と、あと究極主義のこの弱点ダメージアップっていう部分と、あとこれだ、千夜日邪神封印、これが攻撃魔力、防御、魔防ダウン、ダイ、これフルブレイクだね。要するにフルブレイクしながらクリスタル神器でのこの3カテゴリーのデバフして、なおかつ、クリダメアップ、弱点ダメアップっていう役割でちょっとやってみようかなって思ってます。 D 角シンクロはね使わないかな、今回の立ち回り上でいくとね。はい、まあ、そんな感じでしょう。でカインは一応さっき言ったような感じで、新容疑いらないよね別にね、これね立ち回り上いらないかなって思います。はい、まあ一応入れとくか。であとは、うん、レノですね。レノで雷デバフしてって感じかな。であとサッズ、あ、そう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 、でムスタディオでクリダメアップと弱点ダメアップして、サッズでこの物理攻撃のダメージアップ中やって、あとこの究極審議でクリ率 100% っていう風にします。そうなんで、この4種類のバフ、サッズとムスタディを組み合わせることによってできるっていうことに なりますね。であと、まあ、待機時間短縮係でギルバート入れてるような格好になりますかね。はい、ギルバートもいつも通り、順番はね覚醒シンクロ究極審議かなーって思ってる。うん、ギルバートもあんま普段使わないからさ、これもちょっと使い方悩んでんだけど。はい、あとバハムート、レシキ、エデン、バハムート会、ドゥームズデイ、ギルガメッシュ、はい、こんな感じでやっていきましょう。はい、ということでね、なんかね立ち回りがなんか使った、ほぼ使わないキャラばっかりだからね、使い方むずいよね。使い方がね、よく分かってねえです。むずいわ。むじっす。おりゃ。バハムート投げ、バハムーチョ投げます。ムーチョン、ライボン、これねカインがさオメガドライブだったらゲージたまんだけどさ、オメガドライブしちゃうとさジャンプしたまま帰ってこなくなっちゃうんだよね。厄介だわ竜騎士、マジで本当厄介。しかもカインゲージ戦にねえんだよなこいつ。カインとムスタディオがさゲージ戦にないから立ち上がり遅いっすよマジで。しんどいわ。ここでサッズが古軍奮闘ブルースかけてきます。でここでディノが、ディノ？ディノって誰？ディノってディノ、ディノってレノD 覚、レノの D 覚醒って言おうと思ったらディノって言っちゃったディノってディノって、まあ、今もう深夜だからね多分ね眠いんだよ私多分眠いです。あとなんかあれなんだよな、なんかジャスティンさんからね DM 来るたびになんかさあのライムさんが寝てください寝てくださいとかさ来るんだけど、
そんなやっぱ寝てないキャラ、寝てないキャラなんだよ、僕って。ジャスティンさん、最後に絶対一言、ライムさん寝てくださいねって 100% つけてくるんだよな、あの人。完全に、僕にスリプルをかけて、来てるよね。はい、D かけていきます。僕にスリプルかけて、その後、寝てる間になんか、大技の炎症しようとしてきてるよ。ほら、ムスタディオ、邪気封印、これででも食らえ。邪気封印じゃなかった、これ。あれ邪気封印、邪神封印だった。邪気封印じゃねえ。邪気封印はエアリスだっけ。プラズマオッファー。オッファ、オッファ。オッファ、ファ、ファ。すげえ、待機時間爆速。ギルバートまだアビ溜まってんのでもうあれだった。よっしゃ、ムスタディオ弱点バフいけます。ムスタディオ弱点バフいきまーし。そういえばいきまーしって言ったけどさ、タクティクスのマーシュどうなった。そういやマーシュ息してねえな最近。まああれだっけ、さらにマーシュって外伝なんだっけ。なんかタクティクス風穴のグリモアだか、なんかそんなやつの主人公なんだっけ。やつなんかますます影薄いよなあの人。さて防御魔防精神力打ちます。ギルバーツ、ギルバーツ何すっか。シンクロ地点でしゅ、シンクロ地点でしゅね、シンクロ地点でしゅが、ちょっと待機させておきましゅ。さあ行くぜ、例の究極タックスフルコース。メインはやっぱレノなんで、レノの待機時間を ATB とかをね短縮させてやりてえでしゅ、やりてえでしょ。おーい、ていうかちょい待て、ちょい待て、ちょい待て。もうカインのゲージ溜まってねえな、これ。あーもうややこしい。立ち回りクソややこしいな、これ。複雑回帰すぎる。待って、ここでカイン究極じゃねえ、シンクロ打ちたいよね。シンクロ打ちたい感じだよな、このターン。でもゲージが溜まっていない。この局面、この局面どうすんだみんな。これさ、たまたまに邪神封印じゃねえこれ。たまたまに邪神封印して、でこれでカインのゲージさ溜めてシンクロじゃね。おら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 、クリック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 。なんかギルバートの使い方もすんげえむずいよなこれ。なんか変に ATB 溜まってったらなんかもう無駄に感じちゃうから打ちたくなくなっちゃうし、むずむず。 FFRK ってむずいわ、むずいわ。なんか全然綺麗な立ち回りなんで、立ち回り綺麗にならねえこのゲーム。ムスタディオ、ムスタディオ、ムスタディオ、邪神封印一個。もういいね、乾燥してんね、乾燥してんね、いいね。あのムスタディオがだよ、こんな 29,999 出てること自体すごいことなんだから、冷静に考えるとね、すげえことなんじゃから。
まず右シンクロ右指使ってます。お、カインのね今星6レジまで発動しましたね。でレノさん、レノスさんが、レノスさんの攻撃でフェーズ3入ってくれると結構助かんだよな。入んねえなこれ、ちょっと足んねえかな、足んねえかな、ムスタかな、ちょっと足んない、おおちょっと足んねえな、ムスタだなこれ、ムスタ、お、ムスタ、ムスタクリシン、ムスクリ、ムスクリ、ヨーコー、ヨーコーマシンガー。冷静に考えたらカイン LB チェーン打ってなかったんだよねこれ。やべ、LB チェーン打ってねえじゃん。この男、この男 LB チェーン打っていないのである。やべえな、右指一回打っちゃってっかんなこれ。立ち回り汚ねえな立ち回りが良くねえよ、立ち回りが良くない立ち回り良くねえっすね。立ち回り良くない。でギルバートでボーマ防災神殿バフ入れます。あれコイン、コインなんで飛ばないんだこいつ。コインよりレドの方が早かったの。コイン行けよ、コイン足遅かったな。さあカインの全人類待望の左指ようやく打てる。衝撃これね、で次限界突破レベル上がるので、おお39999切れました。で次からでね、この辺からちょっと、あー4万2000しか出ないの、これはちょっと期待外れじゃない。4万2000しか出ないの、もっとお前ならもっとやれるはずだ、お前ならもっとやれるはずだ。でここでムスタディオさんのクリスタルホース、これで防御デバフぶち込みました。ペイントリガーも発動しましたね。であとは、あとやれることなんだ、雷耐性のプラズマオファーで入れてるでしょ。であとなんだ、アーマーブレイク、アーマーブレイク、バフか、バフもね、バフか、連戦ギルバート、これ確か2ターン弱点バフ、弟子と一緒だよね、これも重なるはず、一定時間の。 OK、 これ入れました。であとムスタディオの邪神封印でフルブレイクします。うわ、ムスタディオが4999出てる信じられない、あのムスタディオがちなみにムスタディオエースストライカー装備してるから、あのムスタディオが信じられないダメージ出してやがる、信じられませんね。うわ5万いった、やっぱバフとデバフの効果ってでかいね、5万いったよ。これはカインで倒せそうな気がするわ。8万8000、うえ8万8000いきましたよ、やったよ、8万8000いった、千闇部分やった。あとちなみにあの皆さんちょっとね、あの思い出してほしい、シンクロアビってあれ8回攻撃だから、8回攻撃 8×5 だから、8×5 だよ、5万いくつでしょ、だから40万以上出てたってこと、一発40万 ×2 でしょ、40万かけ、あ、かける2じゃん、ごめん、3か3120万、シンクラビ部分で120番で、千夜日が8万8000かける、あれ千夜日6回だよね、だから52万8000だから178万、ん ?180 万ぐらいか約出てたってこと、1ターンで。
いやー、こいつは、強い。強い。まあ、こないだのセフィロスと比べちゃったらさすがあれだけどね。セフィロスとは比べないでほしい。はい。まあ、いずれにしても、まあ、こんな感じになったライムがムスタディを使うと。はい。ぜひね、まあ、今回は属性ダンジョンで使いましたけど、まあ、やはり、エンヤさんが言ってた通り、コキとか、あと、天命とかでも、非常に心強い仲間だと思うので、ぜひね、あの皆さん、ムスタディを当ててみてほしいなと思う。まだ使ってない必殺技いっぱいあるからね、D 角とかシンクロとかね、そういったものを使ってみてもいいんじゃないかなって思います。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。